はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日は9月7日でございます、ね、水曜日です。でね、昨日ね、9月6日の火曜日にですね、動画撮り終わった後にね、実はね、新型〇〇の予防接種の3回目に行ってきまして、まあこの話をするとね、賛否の嵐にこう巻き込まれるのは分かってるんですけども、白血病で骨髄移植をした患者が3回目をしてどうなっているのかというリアルをね、お伝えするためにですね、報告します。昨日の朝10時半に病院に行きまして、10時50分ぐらいにはなんと家に帰ってきてたというね、まあスピーディーな接種やったんですけども、なのね、その光景をね見て、僕はね本当にね笑いそうになりましてね、笑ってたんですけどもね、一人でね、クフフフって笑ってたんですけどもね、今回はね、以前の1回目2回目、まあ紙見たらね、約1年前やったんですけどね、2回目がね、まあ、その1年1回目2回目のようにですね、近所にある大きな総合病院ではなくて、今回は、まあ予約の関係でね、家からもっともっと近くにある町のお医者さんに行ってきました。でそこはね、内科、皮膚科、麻酔科があって、それを一人の先生が担当してて、で周りに10人ぐらいの看護師さんが、ローテーションで働いていて、あとは事務員さんが何人かいてるという、本当にね優しい雰囲気のお医者さんなんですけどもね、いろいろそこはね、リハビリの機会などがあって、近所のおじいちゃんおばあちゃんが来るからね、リハビリの機会があるんですよ。で、昇降装置がついているベッドが5台ぐらいあるんですよ。で当日のその時間帯のですね、僕を含めた7人の、注射の予約の患者さんがいてまして、で待合で座ってたらですね、一斉に名前を呼ばれまして、誰々さん誰々さん誰々さん、やすさんって呼ばれて案内されて、で先ほど言いましたベッドにね、決められたベッドの上に座らされたんです。でね、みんなね、こう左肩を出して待っててくださいねって言って、こうみんなね、こう左肩を出して待つんですわ、こうやってね。でそうしたらね、先生がやってきて、一人一人にね、今日はお加減いかがですか、今日は大丈夫、元気っていう風にね聞いて回って、で全員 OK ですよということで、一人ずつ順番にね、左肩にプス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 と、本当にプス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 とね、注射をしていくんです。もうその光景がね面白すぎてね、奥のベッドから、お姉さんで、おじいちゃんおっちゃんで、一つ手前のベッドにお姉さんで、そして僕一人のベッドで座ってて、で僕一番手前だったんでね、先頭バッターやったんですよ。で先生がね来て、はい行きますよ、頑張ろうね、ちょっとチクッとするから我慢しようねってね言われて、いやいや子供やあらへんのにね、それをまあ全員に言いながらね、お姉さんで、おじいちゃんもおっちゃんもおるわけですよ全員僕より年上なんですよ、明らかにね。だからね、そんな人たちにもね、行くよーって言いながらね、優しくね、全員にプス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 し始めてね、でまあその何人終わったわけですよ。でそしたら先生がピピピピピピとキッチンタイマーでね15分測りまして、でそれが鳴ったら、はいいいですよ、お疲れ様でした、みんなよく頑張ったねって言った感じで、で終わって、本当にね、そのだから僕10時半に入って、で始まって10時50分に終わって、僕は家にですね、ほんまに10時55分か、めっちゃ近いんですよ。だからね、そのほんまに10時55分には家に帰ってこれたんです。なんかね、前回の1回目2回目はですね、まあ、大きい総合病院だったからね、受付して待たされて、で順番が来たら行って、
いろんななんか窓口みたいなブースがあってですね、そこにいろんな医療従事者さん、先生とかいろいろね、立てたんですよ。で、ね、何やろ、今はって話聞かれて、署名してもらう、署名なんかな、してもらって、で、またちゃうとこ行って、話聞かれて、答えて、ガーッとこうね、書類に記入してもらってですね、で、行ってたんですけども、なんかその光景がね、前回はそのね、大きい総合病院でね、先生もスタッフもいっぱいおるからしてですね、ほんまに市役所かいうぐらいのね、ほんまに市役所の手続きみたいな感じやったのにね、今回は、すいません、今回は受付で紙を渡して、座ってたらすぐ名前を呼ばれて、型を出して、プスって刺して終わりというね、なんかスムーズすぎる感じやったんですよ。でもそれはそれで良かったんですけども、これはこれでいいんかなってね、こうなんかこう思った感じで不思議やったんですけどね、まあやってることはね同じなので問題ないんでしょうねって感じなんです。はい、という感じからまあ24時間経った今現在9月7日の午前11時頃なんですけどもね、11時10分かな、11時10分なんですけどもね、まあ、昨日の夕方6時頃か、だからね、接種してからそれは8時間後ですよね。それぐらいにね、その少しブズッと刺した部分が、まあ、痛く重たくなってきまして、でそこから4時間後の夜の10時頃にはですね、少しね僕熱が上がってきました。といってもまあ 37.3 度ぐらいでしたけどもね、なんかこういつもより体がちょっとふわふわした感じでね、でもまあ意識ははっきりしてるんですよ。子供のね仕上げの歯磨きをもしましたし、子供が寝てからの洗い物とかね、今日ゴミの日やったからね、ゴミ出しもしっかりやってまとめて、なんかこうでもそれでもふわふわしながらの感じでできたので、なんか副反応としてはそんなもんでした。でそして一晩明けて今ね朝の11時ですけどもね、接種してから24時間経ちましたけども、今のところはその昨晩のような副反応は出ていません。はい。という感じのね、まあ、報告なんですけどもね、あのね、実はこの3回目というのはですね、非常にこう、貴重な回のようでして、神回ではないんですけども、非常に貴重な回のようでしてね、というのもですね、あの先日ね、僕25日、8月25日に病院に行って、血液内科の LTFU 外来というね、骨髄移植をした患者さんのその後の生活に関して看護師さんからいろいろアドバイスをしてくれるという面談があるんですよ。その時にですね、僕的に予想外なことを言われたんですよ。まあ、以前からね、骨髄移植をした患者さんの予防接種の効果というのは、この新型マルマルの予防接種の効果というのはですね、実は他の健康な人とかに比べて薄いんだよと聞いてたんですよ。なのでね、1回目2回目もね、まあ、熱も出なかったし、ね、腕も腫れることもないかったんですよ。副反応もほんまに薄かったんですよ。その分ね、薄かったんです。という、まあ、このお話というのはね、もうすでに皆さんにお伝えしますのでね、今ご存知のことだと思うんですよね。しかしね、今回の予想外のことというのはね、この3回目にてやっとですね、3回目にてやっと普通の人での1回目にギリギリ相当するか否かの効果という感じらしいんですね。わかります？僕の場合は、3回目でやっと普通の人らの1回目にギリギリ相当するか否かという感じの効果らしいんですよ。まあ、全ての、ね、骨髄移植患者がそうではないんでしょうけども、現時点で免疫抑制剤を飲んでて免疫力が、高くない人というのはやっぱりね、効き目が弱いんだそうなんです。なので僕は普通の人の1回目にギリギリ相当するか否かという状態なんですよ。なのでね、まあ、その分で副反応でさえもギリギリ相当するか否かというように考えられます。だからまあ昨晩の接種してから8時間後ぐらいのその肩の痛さと、ね、腕のこの針とかねの痛さとね、そこから4時間後の熱とかっていうのはまあその程度なんかなって感じなんですよね。うん、だからね、まあ、免疫抑制剤してる人はそんな感じのギリギリなんかなって考えれるんですけども、まあ、でもね、これは僕個人の想像ですのでね、予想ですので、もう自分が体験したことなんでね、今の現時点ではまあギリギリ
副反応も効果も相当するか否かなんですけども、まあ、この先ね、明日明後日とか、まあ、このね、今動画撮り終わって何時間か経ったらですね、どう出るか分かりませんけども、まあ、このままね、何もなくいってほしいと思っております。はい、とまあね、そのなんて言うんでしょう、このね、新型〇〇の予防注射の話なんですけどね、今ね、でもこの予防注射よりも子供の頃、僕が子供の頃に受けた予防注射をね、いち早くね、できるようにならないといけないんですよね。あのね、骨髄移植をしたら、その子供の頃に受けた、予防注射、いろいろあるじゃないですか、日本脳炎やらな、今やったら4種混合とかっていうものがあるんですけどもね、まあ、あれもね、うちの子供が今ね10歳と8歳なんで、その10年前8年前の話だから、またそのね、今は名前変わってるかもしれないですけども、その時の、僕が子供の頃に受けたやつが骨髄移植をしたことによってチャラになってるんですよ、チャラにね。だからまあ、あのそれをね、いち早くできるようにならないといけない、体を求めないといけないんですよね。だから今回のその新型〇〇よりもそっちの方が大事なんですよね。でもね、免疫抑制剤を飲んでいるがために今はできません。きっとね、今4歳ぐらいの子たちの方がね、まあ、各病気に対する免疫力はね、僕より高いと思います、まあ、見た目はね、僕の方がね、大人やし体大きいのに、ね、本当にその、なんて言うんでしょう、免疫抑制剤があるだけでね、まだまだやっぱりこう静かにおとなしくしておかないといけません。まあね、しかしね、しきっとそれらのね、あの子供の頃にやった予防注射を僕ができるようになるまでにですね、新型〇〇の4回目がねやってくるので、まあ先は長いやろうなとね、気長に待っておきます。免疫抑制剤もね、一気にね、ゼロになるわけはないんでね、気長に待っていこうかなって感じです。はい、そんな感じで骨髄移植で免疫抑制剤を飲んでる僕は3回目の予防注射で、普通の人たちの1回目にギリギリ相当するか否かというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。